高原哲さん、はいえー、沖縄の風の風でございます、えー、金子総務大臣は、3月30日の政治倫理選挙制度に関する特別委員会の答弁で、法の支配は人権の保障と恣意的な権力を抑制する、恣意的な権力の抑制等を目的として、 全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、日本国憲法も同様の考え,の考え方に立って制定された。法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規制の観念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容や手続きの構成を要求する適正手続き、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の 役割に対する尊重などであると模範答弁されました。情報公開や今回行政評価もかかっております。それ以上に、まあ総務省の事務以上にですね、まあ他の国政全体もこの適正手続きが最も重要であるということを申し上げて質問に入りたいと思います。総務省が公表した報告のうち、障害戸籍事務の適正な適正円滑な 処理に関する行政評価監視について伺います障害戸籍事務の調査とは具体的にどのような内容でしょうかお答えお願いします清水行政評価局長お答え申し上げますご指摘の障害戸籍に関する調査につきましては外国人が日本で婚姻する場合市区町村での調査に多くの労力時間が費やされている状況を踏まえ 市区町村や法務局の事務処理状況を調査したものでございます調査の結果市区町村法務局及び法務省の間で事務処理に必要な情報の共有が不十分な状況実態が見られましたため情報共有のルールやシステムの構築などを法務省に求めたものでございます高田哲美さん この件は大塚公平議員の方も質問されましたけれども、今回、全国の市町村や法務局と情報共有のルールやシステムの構築をするよう勧告をされたということは、高く評価できると思います。これまで情報共有がされず、トラブルになったケースというのはどのようなものがあるでしょうか堂々審議官。 法務省どうぞの審議官お答えいたします法務大臣は、市区町村長が戸籍事務を処理するにあたり、よるべき基準を定めることができるとされておりまして、戸籍事務を処理するにあたって、必要な処理基準等について、管轄法務局、地方法務局を通じて、市区町村長に対して周知をしているところでございますが、これに加えて、今般、必要な情報共有の取り組みを行うこととしたものでございます。 これまでは例えば、ペルー国籍の外国人の婚姻要件の判断にあたり、その住所が日本国内にあるかの確認が必要であるかにつくという点につきまして、取り扱いが異なる部分があるとの指摘がされてきたところでございます。情報共有を進めることで、取り扱いの差をなくし、適正迅速な処理につながるものと認識しているところでございいます引き続き続籍事務の適正処理に向けてて全力していく所存でございます。 高田哲美さんやはり在日外国人、あるいはまあ外国からですね入国して、日本に今後住むと、あるいは婚姻関係にあるといったことで、多くの事例が出てきてると思うんですけれども、ちょっとあの質問等を聞いてるうちに、ですねあの沖縄の米軍人と沖縄女性の結婚というのは、よくあります。 しかし、この軍人の方ほうはです、ね、出入国管理関係、あるいはまあ外国人登録関係でも、特例になっていると思うんですね、だからそういったところでいうと、やはり情報の共有をされるということでしたので、これ、やっぱりあの突然ですね、あ,のある地域の本当に村ね、村にこの戸籍係が1人しかいないと。 いった場合ににはどうううなるるんんだととのが本当に危機的にあると思うんですねそこにやっぱり研修とかいろんなこともされているということは、そして情報を共有していくということは非常に重要だと思います。でその関連で、まあ、障害戸籍という事務の中で、ちょっと関連はあるかもしれませんがあの、アメリカ・ニューヨーク州で夫婦別姓のまま婚姻した日本人の夫妻が婚姻関係にあることを、 戸籍等で交渉される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は昨年4月、戸籍への記載によって婚姻関係を証明するよう求めた訴えについては、家庭裁判所に申し立てる方が適切として、これ、不適法としましたが、日本でも婚姻関係自体は、婚姻自体は有効に成立していると。 認定をしましたこのようなケースについて全国の市町村や法務局に取扱い等について情報情報の共有がされているのかいないのかもしされていればその内容を伺いします,します法務省堂々の審議官お答えいたします委員御指摘の令和三年四月二十一日の東京地裁判決は外国の方式に従い夫婦が承する有事を定めないまま 婚姻の手続きを行った原告らが、ご指摘のとおり、戸籍等により、婚姻関係の交渉を受けることができる地位の確認、地位にあることの確認を求めるとともに、そのような交渉の方法を設けていない立法不作為が、憲法24条に違反するとして、国家賠償請求をしたのに対しまして、地位確認の訴えについては、これを不適法なものとして却下し、 国家賠償請求については、これを棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したという事案でございます。もっともその判決の理由中において、ご指摘がありましたように、我が国においても暫定的な状態で婚姻が有効に成立しているとの判断が示されたところでございます。法務省としては、このような場合には、そもそも我が国において婚姻が有効に成立しているとは考えておらず、この訴訟においてもその旨の主張をしていたところでございます。 しかし、国が全面的に勝訴したため、国としては控訴することができず、また、敗訴した原告らも控訴をしなかったことから確定に至ったというものでございます。また、先ほど述べたとおり、この点の判断は、判決理由中の判断に過ぎず、規範力、すなわち一定の場合に、後の訴訟において裁判所や当事者の に対して拘束力を生じさせるものでございいますがそういった規範力は生じないいいものでござまますえ従いまして法務省としては現段階において、これを周知することは適切でないものと考えているところでございます高田哲美さん。はい、あのまあ判決理由の一部であるとかですね、あります、確かに。規範力を否定するということも、これはできないことはないと思いますが、しかし今、現にいらっしゃるです、ね、この別姓婚をした えー、海,外海外でですね、えー、別姓で、まあ、あ婚姻をした日本人夫婦が、いや、あ有効ですと <laughs>、しかし無効なんですということになるわけですよね、認めないと、えー、そうするとこういう時にはえ、私たちは婚姻してるんでしょうかと <laughs>、なんか自問自答なんかするような具合にですね、だからこういう場合の問題もあるんじゃないかなとまあ想定されますし、これ、今後ですね、 もしこのコロナ禍が落ち着いて、海外旅行ができるようになれば、まあ、この訴訟が、まあ、最終的にまだあの中身がです、ね、今言われたように、控、え、訴、ーまあ、もできず、そのままこの状態で終わってるわけですから、えーまあ、別姓海外婚というようなことで選択をする方もいるんじゃないかなと思います。 で婚姻は先ほど憲法24条の違反というような形で、まあ、原告の方が訴えていたということですが、憲法24条で書いてるのは、婚姻は両性の合意のみ基づいてという、これが一番重要なんですね、で最も重要というわけですから、できるだけえこの人権ということで、先ほど、一番最初になぜ法の支配かといったときに、基本的人権というのが、そして適正手続きというのが、こういうことになるんだと、そして裁判所の判断というのが、 この重要なこう尊重されるべき地位にあるんだと、憲法の最高法規制ももちろん入っているということで、できるだけこういう場合にですね人権を守り、適正な手続きによって救済していくという、そういう対応をしていきたいということを申し上げて、最後の質問に入ります。情報公開ということで、ちょっとまたこれですね、情報公開というのは、知るケニズの関係ももちろんあります。先ほどど沖縄の話をしましまたけれども 2016年9月、読谷村の住民がですね、沖縄防衛局に対して、米軍の読谷補助飛行場、今現在は、まあ、もう返還された跡地利用ということになりますが、この帰ってきた読谷補助飛行場における米軍への土地使用履歴について、まあ、過去、米軍が使っていたということで、この行政文書の開示請求を行いました。しかしか これ、9月、2016年9月ですが、よく10月、これ1か月足らずです、沖縄防衛局はこれを行政文書不開示決定としました、不開示の理由は、これは文書がないと言ってるわけです、1か月も足らずに全部調べたというんですが、米軍からの文書では、他の軍を当たれと、つまり海兵隊に行ったんですが、海兵隊は自分たちに来る前には知らないが、自分たちはそれやってないと。 いろんなものも存在確認できてないと、その前のというのは、陸海空軍です、アメリカの米軍です、その3つに問い合わせて調整してくれということを米軍の方が言ってるんです、沖縄防衛局はそれやってないんですよ、やってないで不開示決定になって、ありませんと、で、問題はそこじゃなくて、それ以上にですね、この住民が防衛大臣に対して、不開示の不服申し立てを行いました。情情報報公開個人情報保護審査会に え諮問されたのは、5年4ヶ月後です、そして今年3月31日までに、資料等があれば出してくださいということを、この原告にあの審査会の方からお願いしてます、これは3週間で用意してくださいということですね、これだけ差があるということで、国民の知る権利の観点からも問題があったのではないかと思います。 まあケースバイケースということで、いろいろね、出ない期間とか、バラバラにあると思いますけれども、一般論として伺いますけれども、復申し立てを受けて、審査会に諮問するまでの期限とか、その間の一定のルールとかはないのかをお伺いします白岩行政管理局長。お答え申し上げます。 情報公開法に係る審査請求については、委員ご指摘のとおり、ケースバイケースの対応が必要となってまいります。このためもあり、法律には不服申し立てから情報公開個人情報保護審査会への諮問について、一律の期限は設けられていないものと考えます。しかしながら、このことはいくら時間をかけてもいいということではなく、必要な手続きを行った上で、速やかに行うべきことは言うまでもありません。 そこで、えー、事案の事務処理の、事務処理や手続きの標準について、各府省で申し合わせを行っております。具体的には、改めての調査検討など,は要しな,い、えー、などを要しないものは30日を超えないように、また、それ以外のものについても、特段の事情のない限り、90日を超えないようにすることとしております。さらに、まあ、特段の事情があって、90日を超えてしまった事案については、 要した期間とその理由について、国民の理解を得られるように公表することとしております。総務省としては、施工状況調査などを行いつつ、ですね適正な事務処理の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます高田哲美さん。はい 今、あの90日ですね、30日、特段の理由があれば90日ということでしたけれども、まあ、あ確かにですねこれ、先ほど知る権利の問題というのがありましたので、情報の価値がですね何年か経ってくるともう落ちてしまうということからすると、やっぱりここできちんと情報公開をする適切な期間というのが、やっぱり合理的期間というのも裁判所でいろいろ使いますね、我々の立法裁量の場合にも。それから言うと やっぱりある一定の期間が必要だろうというのも理解できますが、やはり90日が1つの目安だろうと思うんですが、今回は5年ということで、まあ、5年4ヶ月ということですけれども、えー、このあたりはやはりちょっと長すぎるんじゃないかなと、普通に考えてですね、しかもまあ不服申し立てをしているのは、えー、ありませんと言ったのは1ヶ月足らずでありませんと言ったと。でじゃあその元の元 三軍ですね、陸海空軍には問い合わせるかというと、この文書があるかどうかというのが今、問題になるかと思いますけれども、まあ、そういったところで言いますと、まあ、今回です、ね、この情報公開の中でも、やはりいろんな総務省の管轄の中で、適正手続きというのが非常に重要だと思います、これ、通告してないんですが、もし大臣、何かご感想があれば、よろしくお願いして、私の質問はおりますけれども、よろしくお願いいたします。 金子総務大臣あの今、議論を聞かせていただいておりました、あのまあえー、一般論としてはです、ね、審査請求については、必要な手続きを行った上で、できるだけ迅速に処理を行うことが望ましいと考えております。まあ、各省においてもです、ね、開示請求や審査請求を迅速に処理するため、業務改革や運用上の工夫に取り組んでおりまして、総務省としても、こうした取り組みを後押ししてまいりたいと思います。 高田哲美さんはいもう時間が来ましたので、えー、大変有意義なご回答いただきまして、ありがとうございました。終わります